転落事故で車椅子生活になりました。記録に残しておいた方がいいかもしれないって思ってストーリーを上げようとしてたんですよね。こちらが当時の写真になります。怪我してよかったですかって聞かれることすごいあるんですよね。私自身悩みだってある、しんどい時だってある、毎日毎日笑ってるわけではない。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。2018年7月12日、私は転落事故で車椅子生活になりました。本日、2023年7月12日、事故から丸5年経ちました。はい、あっという間の5年でしたね。改めて当時のお話をしようと思います。初めましての方もね、いらっしゃると思うので、当時のお話をしようと思います。私は、かやぶき職人の見習いとしてお仕事をしておりました。で、当時自分のお家ではなく他のお家の屋根に行ってお父さんと一緒にかやぶき屋根のこう作業を行っていて、足場があるんですが、足場に対して私はこうまたがった状態でね、お尻をつく感じで座っておりました。お父さんが私の方に向かってくるので、私はズリズリとお尻でこう後ろにバックするような感じでいてたんですけど、あまり後ろを確認しないままズリズリとお尻をやったところ、そこに足場がなくて、で少しこう後ろに手をつこうと思ったんですが、そこに足場がなかったのを確認してなくて、そのままこうよろっとなって約3メートルの高さから転落をしてしまいました。安全面に関してはちゃんとしていたとは言えない状況だったので、そのまま安全帯がないまま下に落ちてしまいました。で、落ちた時から意識がありまして、あ、苦しいな、しんどいな、でも別に喋れないっていうわけではないんです。ただ動けないな、あとは胸から下がすごいビリビリとしたような、正座をこう崩した時のあの刺激とか、なんかすごい体がちょっと膨張したような感覚があって、わあ、なんかやばいな、やっちゃったやつだな、なんて思いながら、でもそれでも結構平常心で、あ、今のこの姿っていうのを撮っておかなきゃいけない、記録に残しておいた方がいいかもしれないって思って、一番初めに私はスマホでストーリーを上げようとしてたんですよね。インスタのストーリーにこうちょっと今落ちましたなんて上げようとしてたんですけど、さすがにそれはちょっとやばいなって思って、まずは頑張って自撮りをして自分のその姿を記録に残そうと思って写真を撮りました。ブログでは多分載せてたことがあったんですけど、 YouTube では載せたことないのかな、こちら多分初めて当時の写真を公開しようと思うんですけど、こちらが当時の写真になります。こんな感じでですね、顔が写って、体を写して、足元を写して、どういうところで落ちてるのかっていうのを入れたくて頑張って、その当時インカメが広角になることなんていうのはなかったので、頑張って手を伸ばしてこう写真を撮ったんですね。まあ、今思えば動画撮ればよかったななんて思ってますが、それくらい平常心でいました。で、私エッセイ本を今出させていただいてるんですけども、その本の中にも書いてるんですが、病院についても看護師さんとこうお話ししながらね、ピアス取れますかとか、ここに軟骨ピアスをつけてるので、この軟骨ピアス取らないとダメですよとか、その時はジェルネイルをしてたので、ジェルネイルを剥がさないといけないけど人工液では取れるのかとか、なんかそういう本当にコントみたいな、ちょっと笑いもありながらの空間の中で、過ごしていたんですね。でもその時も少しだけ私は、あ、やっぱり歩けなくなるんだろうななんてはちょっと感じてました。翌朝目が覚めて、その夕方かなに確か病棟の方に ICU から移って、でその夜に先生が来て、脊髄損傷という怪我で今の医学では治らないと言われていて、車椅子生活になる人もいるし、そうじゃなく歩けるようになる人もいますみたいな感じのことを言われました。で、大体の方がやっぱり車椅子生活になりますって言われたら、もう苦しくて泣きじゃくって、もう死にたい、今までできてたことができなくて死にたいって思う人が多いんじゃないかなって思うんですけども、私はそんなことはなく、ああ、じゃあ脊髄損傷ってみたいな、本当にじゃあどこまでどうなったら歩けるっていう風な
症状になるんですか、何ヶ月待てばいいんですかとか、治った人ってどのくらい割合でいるんですかとか、そういう疑問がどん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 浮かんできて、それを先生にぶつけてたなっていう記憶があります。で、その当時のお話をね、去年たまたま主治医の先生と出会う機会がありまして、その当時の様子なども喋っていただいた YouTube があるので、ぜひそちらもチェックしてほしいんですけど、まあ、そんな感じで結構悲しかったわけではないです。まあ落ち込みレベルで言うと、コンサートのチケットに外れたくらい、ちょっと悲しみはあるけど、それでもまあ次回ね行けばいいかみたいなくらいのテンションの落ち込みぐらいしか、してなくて、どうやったら車椅子で生活できるかな、どんなことできるのかなって思ってました。 YouTube を始めて4年が来月8月で経とうとしているんですが、本当に何者でもなかったただの普通の女の子が、今こういう風にいろんな方々が見てくださるチャンネルになって、テレビに出たり雑誌に出たり、企業さんとコラボできたりとか、本当にあっという間の4年の活動でした。まあ4年前の顔をこうこちらに貼っておくんですけど、眉毛超絶太いですね。なんか化粧がすっごい太くしたかった頃があったんですよ、ギャルっぽくしたくて眉毛すごい太いし、なんか肌もすっごい荒れてたんですね。まあ、入院中あまりお風呂に入れなかったとかもありましたし、もともとニキビ体質だったっていうのもあって、ニキビもすごかったですし、でも痩せてましたね、なんかすごいなんかほっそりしてましたけど、今はなんか今すっごいがっしりしてますね。ちょっと今めちゃ太ってるんですけど、まあ、いいもん食ってんだろうなって自分でも思います。まあ、そんな感じの4年間、まあ、受賞から5年間経ちました。車椅子になってよかったですかって、まあ、怪我する前より生活が充実していることは本当に確かです。いろんな人たちと会っていろんなことをやれて、正直お金も稼いでるというか、その怪我をする前より収入はアップしているって考えたら、怪我してよかったですかって聞かれることすごいあるんですよね。いいか悪いかっていう判断はでもできません。怪我して良くなかったこともいっぱいあるし、良かったこともいっぱいあるし、ただその怪我して良かったかっていう話ではないけど、でも怪我をしても生きていけないってわけではないっていうことですね。怪我をしたから、車椅子生活だから楽しくない人生しか送れないってことではなくて、車椅子生活であっても下半身麻痺でも楽しい人生は送れていると私は思っています。人それぞれ思うことがあるし、人それぞれの状態でしんどいこともたくさんあると思いますけど、それでもやってやれないことはないなって思うし、諦めないでほしいなってやっぱり思います。例えとして合っているかわからないけど、まあ、ずっとカニが大好きで食べ続けてたらカニアレルギーになってしまいました。もうカニを食べることができません。じゃあもうこの世の中楽しくないかって言ったら、そうではないんじゃないって思うんですよね。カニが食べれなかったとしても、じゃあ他に好きなものを見つけたらいいじゃん。マグロが大好きになりました。今までカニばっかりに夢中になってて、マグロを食べたことはなかったけど、マグロってめっちゃ美味しいんだなとか、なんかそういうのってあると思うんですよ。今まで聞いたことなかった曲を聞いてみてすごく好きになりました、このアーティストを知れて私の人生が変わりました、知れてよかったですって、なんで今まで聞かなかったんだろうとかあると思うんですよ。だからそういう考えで、別にできないことはあります。車椅子で絶対的に今まで走れてたものが走る競技としてできないっていうことは絶対的にあるけど、今まで頑張ってきたものがなくなってしまったという考えがもしかしたらあるかもしれないけど、でもそれ以上にもっとまだまだ経験してないことってたくさんあるし、もっともっと自分が好きになれる食べ物、競技、遊び、仕事ってあると思うんです。だからもうそれしかないんだ、俺にはこれしかないんだ、私にはもうこの道しかないっていうことではなくて、もっともっといろんなことにチャレンジして、いろんなことをやってみて、自分の好きなものを見つけるっ
って大事なんじゃないかなと思います。だから私はつまみ食い大好き食べ物の話じゃないけど、もう何でもかんでもやりたがりなんです。あれやってみよう、これやってみよう。自分に合わなかったら、食べ物も美味しくなかったらやめてみようでいいなって思ってるんですよ。まあ、だから私好き嫌いあります。嫌いなものあるけど、でも年に1回だけ嫌いなものを食べる機会というのを作ってます。なぜならば、いつかはその食べ物を好きになりたいと思う瞬間があるから大人になっていけば味覚が変わるとかっていうので、年に1回そういうのを作っていて、昔カキね、海産物のカキが苦手だったんです。でも岩ガキというものが鶴岡では取れて、それが名産で、嫌いだけどちょっと食べ続けてたんですよね、年に1回。そしたらいつからか、あれ美味しいかもって思った瞬間があって、今はカキが大好きになって、カキを食べれてよかったな、カキを食べる機会を自分で作ってよかったなって思うんです。だから食わず嫌い、やらず嫌いではなくて、まずは何でもやってみるっていうことがすごく大切だと思います。仕事の面でもそうだと思います。やってみてダメだったら私は辞めればいいと思いますだからいろんなバイトも私経験しました。怪我をする前にね、自分にはどんな仕事が合うんだろうな、どんな仕事が好きなんだろうなって探すためにいろんなバイトをしたりしました。まあ、辞めることに勇気は必要だけど、それでも自分のために辞めてよかったなって思いますし、いい経験だったなって思います。だ、そんな感じで何か一つだけに固執することも大事だけど、それがしんどいって思うのであれば、もっともっと広い視野を持っていろんなことをやってみるっていうのはすごく大切なんじゃないかなと思っています。悩みとか苦しみとか、たくさんいろんな人がそれぞれいろんなことを抱えていると思うけど、私自身悩みだってある、しんどい時だってある。毎日毎日笑ってるわけではない。で、その時に、まあ、何するか、まあ、もう寝ちゃえって思う時もあるし、映画見て気分転換しようって思う時もあるし、でも一人だとなんか結果やっぱり回復しないんですよね。なんかやっぱりずっと一人だとどうしても考えちゃうし、自分一人でその自分一人の闇スイッチから上げるって結構やっぱ大変なんだと思うんですよ。だから友達、知り合いの人、誰でもいい、仕事の人でもいいけど、まず誰かと話す、悩み相談とかじゃなく、まず別の相談でもいい、たわいもない世間話でもいい、誰かと話して少しテンションを上げて自分のスイッチを切り替えるっていうことは大事だと思います。今結構人との付き合いがなかなか難しい人たちが多いし、 SNS での関係性って多いと思うけど、でも対面で誰かと少しふふってクスクスって笑い合うこととか、なんだそれみたいな感じで冗談を話し合うっていうことってすごい私は自分の心にとって大切なんじゃないかなと思ってます。で、5年前の顔と今の顔って私すごい違うなって自分でも思うんですよ。化粧の感じもそうだけど、なんか雰囲気的なものがすごい変わってんなって思います。なんかもう宗教臭いみたいな、スピリチュアルなそういう話ではないけど、でも講演会とかでお話しさせていただいてると、小学生からお母さんたちから、まあ、いろんな方から、なんでそんなに可愛いのみたいな、なんでそんなにニコニコしてるのって、すごいキラキラしてるって言われるんです。私はいつもそれに答える答えがあって、まあ、笑顔でいるからだよと、毎日楽しくいようと思うから、すごい多分可愛いんだと思うっていうか、笑顔がキラキラしてるんだと思うよって自分で言います。やっぱり楽しくないと、心が笑ってないと顔に出るんだなって思うんです。昔ね、仕事のことで悩んでたりとか、例えば彼氏のことで悩んでたり、人生楽しくないなって思ってた時期もたくさんありました。そんな時の写真って、化粧してても全然漏れてない、もう可愛くもなんともない、でももう恋愛もハッピー、もう好きな人もうウキウキみたいな、仕事も楽しい、生活超充実してるわっていう時は、すっぴんでもめっちゃ漏れるんですね。だからこの1年間というか、私に彼氏さんができた時とか、みんなから
なんか顔変わったみたいな、すごい綺麗になったとか言われたんです。私はそんなことないかなとは思ったんですけど、それでもそう見られるということはやっぱり心のどこかでウキウキしてたり、すごい幸せ度がね、不安がなくなって幸せ度がアップしてるから、それが顔に出るんだなと思いました。その肌の悩みもそうですし、自分のことを好きになれない、可愛くない、マスクしてなきゃ生きていけない、そういうのって多分全部顔に出ると思うんですよね。だからもっともっと可愛くなりたい、かっこよくなりたいって思う方々は、やっぱり心から楽しいな、笑顔でいようなっていう思いを持つっていうことは大切なんじゃないかなと思います。そんな感じで、なんとなく5年経ったので久々にこういうお話をしてみたいなと思ったので動画を回させていただきました。思ったままを今カメラにお話ししているので、まとまりがないかなとは思うんですが、これからも私はきっと車椅子生活を送っていきます。再生医療を頑張りますが、それでも車椅子を使うということはきっとなくならないと思います。だからこそ車椅子というものがもっともっと皆さんにとって身近であって、車椅子関係なくいろんな人が世の中にいるっていうことを知ってもらいたい。だから私はこれからも YouTube もそうですけど、テレビとか CM とか、なんかいろんなもっとありとあらゆる媒体で普通に何かお話しできる立場になれたらいいなって思ってますので、また引き続き皆さんよろしくお願いします。この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。